ブライアントーマス・ファルケンボーグは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、ニューポートビーチ出身の元プロ野球選手。レッドモンド高校3年時には6勝2敗、防御率0.75、75奪三振を記録。1996年にボルチモアオリオールズから、ドラフト2巡目で指名され、1996年7月6日に契約を結んだ。 1996年にガルフコーストリーグ所属の GCL オリオールズでプロとしての第一歩を踏み出す。この年は 1A のハイデザートマーベリックスでも1試合に登板した。1997年の大半は 1A のデルマーバ、ショアバーズで過ごし、1998年は 1A のフレデリック・キーズ、1999年は 2A の ボーイベイソックスでプレーをした。1999年10月1日、ボストンレッドソックス戦でメジャーデビュー。2回を投げ、無失点に抑えた。しかし、その年のオフにトミー・ジョン手術を行い、2000年はシーズン前休となった。2000年オフにフリーエージェントとなると、シアトル・マリナーズと契約。2001年から2003年は、 マリナーズのマイナー組織のサンアントニオ・ミッションズ・とタコマ、レーニアーズでプレーした。2004年は、ロサンゼルス・ドジャースと契約。5月9日のピッツバーグ・パイレーツ戦で、メジャー初勝利を挙げたが、メジャーでは6試合に14回1、3を投げ防御率7.53で、シーズンの大半をサニエ・ラスベガス・フィフティワンズで過ごした。2005年は、サンディエゴ・パドレスと契約するも、 この年もほとんどを 3A のポートランドビーバーズでプレーした。2006年、2007年とセントルイスカージナルスで計21試合に登板するも、ここでも大半を 3A メンフィスレッドバーズで過ごす。2007年11月20日にカージナルスから解雇された。2007年12月12日にキャンプ招待選手としてマイナー契約でドジャースに復帰した。 2008年には開幕をマイナーリーグのフィフティィテワンズで迎えたが6月25日にメジャー昇格8月8日にドジャースから戦力外通告を受けたが8月13日にパドレスとメジャー契約を結んだしかし9月12日にパドレスからメジャー契約の解除を通告されたソフトバンク時代2009年に福岡ソフトバンクホークスへ入団 初登板から16試合目まで、実績点0を続けるなど、セットアッパーとして活躍した。セッツただし、ファルケンボーグ、マハラ・タカヒロのリリーフトリオはグループ会社にあやかって、SBM と名付けられた。シーズン終盤には肘を痛めて一時離脱したが、セッツに続いて、リーグ2位となる23ホールドを記録した。2010年も前年に続いて、 セットアッパーとして起用される。安定感はさらに増し、防御率は年間を通じて0点台から1点台前半を保ち続け、フィップでも0.83を記録するなど活躍を見せた。SBM のトリオに加え、カットをケースケ、シーズン後半より調子を上げてきた森福正彦らを加えた、リリーフ陣は12球団で唯一の救援防御率2点台を記録した。 オールスターではファン投票で初選出され2年連続の出場を果たした。最終的に42ホールドポイントを挙げ、防御率は2年連続の1点台でチームメイトのセッツと共に最優秀なカツ投手のタイトルを獲得。外国人投手が最優秀なカツ投手のタイトルを獲得するのはファルケンボーグが初めてである。一方、クライマックスシリーズでは レギュラーシーズンで完璧に抑え込んだ、チバロッテマリーンズに2試合当番にしたが、第5戦では7回に逆転を許し、第6戦では、大松正一に試合を決める2点本塁打を打たれるなど2試合で、計5失点を喫し、チームは CS 敗退となった。2011年は開幕直後に不調で離脱した、マハラに代わり、クローザーを務めた時期もあった。序盤は、 やや不安定な投球があったものの7月1日のオリックス戦で失点した後は、シーズン終了までの31試合を失点0で切り抜け、リリーフの一角として絶対的な安定感を保った。シーズン2算では1勝2敗19セーブ防御率1.42と3年連続で防御率1点台を記録し、前年に引き続き、好成績を収めた。 この年のクライマックスシリーズでは、第1戦で負傷したため以降の試合は欠場したが、日本シリーズでは、第1戦から4戦まで連続で登板した。1、2戦では中継ぎとして出場したが、両試合延長10回に、マハラが、決勝の本塁打を打たれ負ける事態となったため、第3戦よりクローザーとして、登板、優勝に貢献した。 しかし第7戦では9回に登板するも、井端博和が打った打球が右肘に当たり降板し、森福正彦にマウンドを譲った。だがチームは日本一に輝いた。2012年はマハラが肩のクリーニング手術を受けて離脱したチーム事情から開幕からクローザーを務めていたが、5月18日、右肩の張りを訴え、登録選手抹消。 自ら抹消を申し出た。肩が不調でも離脱は初めてだったため、周囲は慎重になった。6月22日に再登録されたが、1試合に投げただけで29日に再び右肩の不調で登録抹消。ブルペン投球再開にも時間を要し、復帰は8月25日までずれ込んだが9月7日に肩、首付近の張りを訴え、3度目の離脱。 CS 直前の10月2日に復帰したが2週間後の17日に、右上腕に頭筋の張りを訴えて4度目の離脱となった。2013年は41試合に登場にし、4敗、10セーブ、9ホールド、防御率2.04という成績を残した。しかし、首や背中の痛みなどでシーズン中に4度、出場選手登録を抹消されるなど、2年続けて、 故障に悩まされた。埼玉西部ライオンズとシーズン3位及びクライマックスシリーズ進出を争っていた10月上旬には西部ドームにおける同球団との直接対決で2試合続けて同点で迎えた8回裏に先頭打者から決勝のソロ本塁打を打たれた。チームはこの時の2連敗をきっかけに CS への進出を逃しシーズンを4位で終えた。 前述のように防御率は良かったが、2011年から故障離脱を繰り返したことがネックとなり、10月15日に球団から退団を発表されたが、ファルケンボーグ自身は NPB の球団でプレーを続けることを希望していた。2014年1月8日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約したことを発表した。背番号は40。楽天にとっては、 2009年の NPB 入りをめぐるソフトバンクとの争奪戦に敗れてから5年越しでの獲得になった。開幕から抑えとして起用され最終的には自身最多の20セーブを挙げた。しかしこの年も故障による離脱がありそれが影響したのか12月2日自由契約公示された。野球選手を引退した模様で2020年現在は アメリカ合衆国のアリゾナ州、スコッツデールに住み、不動産関係のビジネスを手掛けていることを明らかにした。ファルケンボーグの、投球フォーム2メートルの長身と、真上から振り下ろすオーバースローから角度をつけて投げる、平均球速約時速150キロメートル、最速時速158キロメートルのフォーシームと、平均球速時速137.2キロメートル、 最速時速 142km の SFF、平均急速時速 126km、最速時速 132km の縦のカーブを武器に脱三振の山を築く。速球派の外国人投手にありがちな請球難とは無縁であり、四死球で崩れるケースはほとんどなく、2009年からは2年連続でリーグの9援投手中トップの四死球率を、 記録している。また、基本類打の数が非常に少なく、NPB 在籍の5シーズンで、打者865人と対戦して、わずか8本しか打たれていない。米国時代に度重なる故障に悩まされたこともあり、起用法に一定の制限がある。一度の登板で2イニング連続で投げたり、複数試合に連続して登板したりすることは少ない。 来日3年間で3連投したことは一度しかなかった。本人曰く精神をリラックスさせたりするために、球場入りの際にはハンバーガーを食べるほか、消化の良い,い食品、エネルギーを効率よく、取れるものを選んでいると語っている。ソフトバンク時代に同僚であった、ブラッド・ペニー以上の練習嫌いで、知られ、ペニー本人からも、あんなに練習しなかったら、 ダメだろうと呆れられていた。ありがとうございます。